はい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、えー、毎週毎週ね、このタイミングでね、出てくるのがガンプラの転売ヤー大爆死ということでね、今週もあります。はい。ガンプラで転売ヤーのね、爆死ということでね、お話ししていこうかなと思うんですけど、それとですね、あの転売ヤーの動きがやばいということで、話題になってるね写真とかもあるんで、そちらもね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねとまたぜひチャンネル チャンネル登録もよろししくお願いします、まあ、ターゲットに慣れてるされてるこの商品もあるんですけど、先にね、ちょっと余談的なところを見ていこうと思います。こちらが、えー、ネット上でね、すごく話題になった写真なんですけど、どうか消えてほしい転売や、いい大人が売り場囲って何してんだかっていうね、こんな写真をね、上げてくれてるんですけど、<laughs> マジびっくりなんですけど、まあ、ちょっとね、これ、これ顔ほとんど見えないんで、モザイクとかつけてないですけど、あのどういうことこれ、かいっぱいにさ、ガンプラめちゃめちゃ積んで、レジに行ってるんですけど、これ、一体どういうこと お前マジでびっくりしたんですけど、本光。えー、で、これはね、えー、どこの販売店なのかっていうのをね、まあ、なんとなく見たこともあるし、えー、ネット上の反応からすると、ヨドバシカメラじゃないのっていうふうに言われてるんですけど、ヨドバシって転売対策めっちゃしてるから、こんなことできないはずなんですよね。なな謎の写真なんですよ、まあ。転売屋だとしたらめちゃめちゃ許せないし、これどういう状況なのっていうところでね、えー、すごく話題になってるんですよ。やっばーってね、うん。何にしてもこんなにガンブ買うことはおかしいでしょ。<laughs> <laughs> どういうことってね、えー、すごい話題になってます。はい、で、まあ、こういう写真見ちゃうと、もうすぐにね、転売ヤーって思っちゃうぐらい、えー、多くの人がね、まあ、そのなんかピリピリしてる状態だと思うんですけど、あすみません、リツイートでいいね、させていただきますね。まとみつあの、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもよろしくお願いします。まあね、こんなの見たら、即転売屋じゃねえのっていうふうに思っちゃうんですよね。で、えー、あとね、 そのお店側の対応もおかしいんじゃねっていう批判とかもいっぱいあるんですけど、まあ、ただね、このガンプラね、ほとんどね、元々あのガンプラの転売についてね、結構見てるんですけど、ここら辺のあのー、並んでるものって、ほぼ爆心案件のガンプラばっかりなんですよ。なので、いろんな意見もあったりするんですけど、元つ的にはこういう意見もね尊重してできるかなと思って、転売屋に見えるが、ラインナップ見ると少し首をかしげる、ほぼ子供向けの SD でマゼラン、エルメスはカゴに入っていないから、大 陳列されてるだけ、RGM 陳列されてるだけに見える、えー、施設クリスマス会とかの景品用に、えー、買っているようにも見えるが、こんな時代だから何でも転売屋に見えるのが世知辛いということで、まあ、これね、置いてるだけなんじゃないって、まあでも、このね、えー、お客さんの前に、あのー、このカゴがあるっていうのは明らかに多く買ってるのは分かるんですけど、この後ろのはちょっと並べてるだけなんじゃないっていう意見とか、あとは、あのー、 まあそもそも、その、なんだろ、クリスマス会だとか、まあそれ用にね、景品用に買ってるんじゃないって、まとめ買いでしてるんじゃないっていうふうに言われてたりするんですよね。まあどうなんですかね。まあ確かにその可能性もあるし、ま何なんとも言えないんですけど、これ本当に転売屋だったら本当やばいよね。そして転売屋に見える、そのね、このご時世が。 せちがいとはいうことでね。ほんと嫌ですよね。普通に欲しいもの買える時代が良かったっすよ。ほんとに、まあ。ということで、まあ、こちらのね、えー、引用リツイートも、まあ、リツイートといいねさせていただきます。はい、ということでね、まあちょっと本題の爆死の案件に入っていこうと思うんですけど、今回ターゲットになるのがですね、えー、ハイグレード144分の1ガンダムパーフェクトストライクフリーダムということで、まあこれもかっこいいっすよね。うん、元光ね、あのー、毎回紹介しますけど、その転売屋の爆死って。うん、決してね ガンダムがかっこ悪くてうまく売れないわけじゃなくて、ですねあの需要と供給が、ね、うまいこと合わなかっただけであってね、ね、うんまあ、今回もかっこいいようなものなんですよね。で、価格は2530円とで、発売日が12月11日、えー、今週ですよね、あ先週かな、まあ、厳密に言うと、うんあの、まだ発売してから3日ぐらいしか経ってないような状態なんですけど、すでに爆死状態だということで、ですねこちら、はい、メルカリで、えー、まあ初動で言うとですね4400円とかで売られてたんですけど でまあ、これ、簡単に計算するとですね10%引きになるんで、えー、まずメルカリ手数料でね、えー、440円引かれて、えー、でさらにそこからあの送料で1000円前後、まあ、1000円弱ぐらい引かれるんで、まあ、ギリプラスになるよぐらいの話だったんですよ、数、ま、百、あ、円のプラスになるよって話だったんですけど、今、現状ではですね、もうあのすごい、あの刻んでる感じでね、ここらへんが相場になってるんですよ、4000円ぐらい。4, 切切るかかららないかぐらいぐでむちゃくちゃゃく、うん、円ここら辺で、えーまあ、あの底値になってるというような状態になるんですけど、まあ、こうなってくると、えー、送料、えー、とメルカリ手数料を引くとですね本当あのプラマイゼロのところまで来てるんですよ <laughs> だからわざわざ買いに行ってあのプラマイゼロなら完全に爆死状態ですからねこんなのなんでまだまだやるんだろうねあい,いい加減気づいたらいいと思うんですけどうん でまあ、ちょっとね、元光今回、あのー、ガンプラの転売のね、お話を見てたらですね、その背景が、ちょっとだけ、あのー、プレイステーション5に近い部分があったんですよ、うん、転売屋のね。なんでなのかっていうと、中華系のやつらがね、あの、あ,のあっちで。 あのー、転売して得してるやつらがいるんで中華系の買取屋さんがいるんですよ、うん、あんまり詳しく言うとちょっとね利用されそうなんでこの動画があの利用されそうなんで言わないですけど、えー、まあ、そういう人たちがいてもともとねいつもガンプラの転売や爆死っていうお話するんですけどそこねってプラマイナスちょっとぐらいにしかなってなかったんですよねガンプラってうん なので、まあ、買い取るやつらもいるんですよ。そこが怖い。ただ、あの全国各地で見ても、そんなに多くはないんで、えー、全員が全員、転売屋がね、えー、マイナスを抱えないっていうわけではないんですけど、うんまあ、そういうやつらもいるから、ちょっとね、えー、なかなかあの値段が落ちづらいと。とはいえ、まあ、プレイステーション5ほど、まあ、高値で売れるわけでもないんで、どう考えても、爆笑爆笑なんですよ。<laughs> そんなな中、朗報的な話もあるんですよね。まあ、テンバイヤーはね、まヤは涙面的な話だと思うんですけどえバンダイのね、えー、このツイートがあるんですけど一部商品の再生産と抽選販売のお知らせ昨今の品薄状態によりご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます改善に向けた一環としまして一部アイテムに関して再生産を行うとともにガンダムベースオンラインショップでの、えー、抽選販売を実施いたしますということでついに抽選販売を実施するような形にもなってるんです ですよ、まあ、どん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 この間は代金引き換えを配信にしたりだとか、まあ、ちょっとずつね転売に対する対策をしてってるわけですよね、うん、で抽選販売をするっていうのもすごく大きな話だと思うんですよはいこちらのもね、えー、ツイートもリツイートといいね、えー、させていただきますも、まあ、ほんとねちょっとずついいんであのいなくなればいいかなと思いますだって実際にそのね利益出てない、えー、転売屋が爆死するっていうのは全然嬉しいことなんですけどただそいつらが買い占めてるっていう分はやっぱり本来 欲しかっった人が買えててなない話になってくるんで、まあ、存在そのものがねいなくなる方が、まあ、その人たちが消えてなくなるとかじゃなくて転売屋っていうねそういうやつらが、えー、いなくなるっていうことがすごく大事なんじゃないのかなと思いますまあそうした意見をね、えー、この方も言われてていいニュースプレバンも抽選枠 を作って欲しいまずはとにかく転売屋がいなくなることが一番ツール使って買い占めをしている、えー、転売屋が不良在庫で爆死してほしいし通販サイトも明らかに異常なオーダーはバンや悪金にしてほしいくらいということでまあそういうのもねあのオンラインショップなんでできなくはないんじゃないですかね今後ねまあそういう風に本気で力入れていけばまあそこら辺もあも望めるようなお話なんじゃないのかなということです抽選制にするのはでかいですよねこれめちゃめちちゃゃ違う話なんで、はいついに頑張 プラににも抽選制が、あのー、用いられるるよようになるというようななとお話ですね転売対策はどん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 進んでいってるんでもう完全にね、えー、一切あの転売屋がいなくなる、えー、ガンプラのねあの世界線も、うん、近いんじゃないのかなと思います <laughs> だプラだわざわざ買いに行ってプラマイゼロで売ってるんだったら何のこのな何してる人たちなのってなるからねほんと代行業者だから <laughs> まま <laughs> まあまあまあ今回もね、えーま、毎週毎週恒例の、えー、ガンプラ転売屋の爆死というお話でした。皆さんの意見もね、お聞かせいただけたらなとい思います、えー。今週もざまあなお話でしたね。本、は、光、いえー、のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。